ラチューバー。はい、今日は久しぶりの金親の独り言でございます。昨日はちょっとアップできなくてすいません。実はですね、昨日ある研修に行ってきまして、その研修がこちらです。職業紹介責任者講習という研修に行ってきたんですけど、これは何かと言います と職業を紹介できる資格っていうんですかね。その求職者がいて、そこでその企業と間に入る人みたいな感じですかね。ちょっと私もよく分かってないんですけど、まあそんな感じですね。まあ竹島さんがこれを取ってこいということで昨日行ったんですけど、なんか久々に勉強という勉強授業っていうのを受けて、その後にこれ証明書をもらうのにテストも受けて、すごいなんか結構緊張感のあるテストで、まあ無事合格できたのでもらうことできました。まあこれからちょっとこの資格をどのように使っていくのかちょっと私もまだわからないんですけども、使う日が来たらまた皆さんに紹介しようかなって思っています。今日は以上です。バイバイ。